ウィリアム・イー・エアトン・ウィリアム・エドワード・エアトンは、イギリスの物理学者である。親とい外国人として、明治6年から11年まで公務省工学寮で教えた。日本で初めてアーク島を転倒した。最初に結婚した医師、マチルダ・キャップリン・エアトンとは、一緒に来日し、マチルダは日本では、助産師の学校を開き、自ら教えた。英国に帰国後再婚したハート・エアトンも、 女性科学者として業績を上げた。1847年、ロンドンに生まれた。ロンドンのユニバシティカレッジで学び、1868年、インドのベンガルで通信建設の仕事に就いた。1873年、明治政府の招きで来日し、工部大学の教授となった。6年間日本に滞在した後ロンドンのフィンスベリー。 工科大学の応用物理学の教授になった。1881年王立協会フェロー選出。1901年同協会からロイヤルメダル受賞。1884年にセントラルテクニカルカレッジの電気工学の教授になった。1885年にハータと結婚した。多くの論文を発表しているが、特にジョン・ペリーと共同で行った。 電気計測機器の開発で知られている。ありがとうございます。